竜下寺は神奈川県横浜市金沢区須崎町にある新言、総王室派の純別格本山。三号は地足山。本尊は大日如来。本山は京都市忍那寺。天正十九年、徳川家康が当時に宿泊した際、誤って竜元寺と相乗されたが、家康は立元寺とは縁起が良い、と喜び寺両五国を寄進した。それ以後、 江戸時代を通じて講義に対しては、流言寺と名乗り、地元でもそのように呼ばれている。ただし、本山や注文関係の公文書には、本来の流下寺、立花寺の事号を用い、明治時代になって、孔子共に流下寺に服した。明王八年、印、通るので死であった、通る弁が解散となり、荒廃していた、六浦清史の描でらと、 金沢三則寺を併合して新たな寺地を求め、創建された。会期は、大木谷上杉氏の重心であった、菅野元方。龍源寺略演儀によれば、前身となった、六浦清志ネガイは、瀬戸神社の別当寺で、文治年間、源頼朝が、伊豆の三島明神を当地に誕生し、文閣が別当となったという。竜家寺旧造のネハンズ、軸儀名によれば、 武州六浦省内に、増王福寺という寺院があり、文那三年に、別当の清願い望遠喜びが大肝心となって、ネハンズを作ったという。夏季四年に、清願い寺と改称し、文明十年の陛下により消失し、金沢町屋に寺石を移し、龍下寺としたという。この資料から、清願い寺が実在したことは確実であるが、その実像は謎に包まれている。 上行寺東遺跡がその旧地にあたる可能性が高い。竜下寺のもう一つの前身である金沢三森寺は現在の竜下寺の近くにあったものと考えられるが所在地に関する確実な伝承はない。鶴岡八幡宮二十五号に伝来した古文書によれば官能三年九月三日に足利高氏が武蔵区に金沢五三森寺を祈願所として安堵しており、 それだけの格式を持った古刹であったことが知られる。以後、鎌倉久保歴代の尊数を受け、特に、足利氏光のご地蔵として活躍した、鶴岡八幡宮、名誉院主の来院が、金沢三つ理事を完了し、英徳三年には当時に歓挙したことから、久保の来臨を受けて、血縁園勘定が開催されるなど、鎌倉府、鶴岡八幡宮に直結する。 天文寺院として高い自覚を誇ったらしい。室町時代の関東の新言密教の構想として、知られる印徹も当時に留め重し、徹弁に法王を授けたことがあり、教学活動も活発であった。しかし、三ノ理事が痕跡も残さずに消滅し、龍家寺に吸収されたことから考えると、三ノ理事は、明王自身とそれに伴う大津紙、高潮によって、 海岸に近い境内を失った可能性が高い。江戸時代には、竜下寺の達中として、三つの理寺の名跡を残し、本尊は、善光寺式阿弥陀三尊蔵であった。竜下寺は、六浦省内に分布する新言、総を室派の25火事の上に立つ、中本山として、道派の中では有力な寺院であった。その起源はおそらく、鎌倉時代前期に、武蔵国六浦省が、 忍那寺勝高ライン領であったことに遡る。勝高ラインは、源の頼朝の諸子であった、低赤月が陰樹となった、忍那寺の重要な陰家で、低赤月の後は、西恩寺家出身の道勝ち、道明る兄弟が、相次いで陰樹となっている。県治三年十一月十三日の関東下事情によれば、この時、武蔵六連勝の会として、備中国古世章の預かり所。 自党領職が勝カラインに安堵されており、前年の北条佐根時の死去を受けて、この時点で初めて、金沢北条氏が、六浦賞を完全に焼酎に収めたものとみられる。従って、それまで、六浦賞を管理していた、忍の寺勝カラインの現地支配機関である万所が、自院化して、三つの理事となった可能性が考えられる。創立当初の竜下寺は、 大木谷上杉氏の家臣である観野氏や古尾屋らに支えられたが、戦国時代末期には、地元の土豪である山口氏一族が旦那となり、江戸時代に入ってからは、野島に今日構えた泥亀、長島家の菩提寺として、外醐を受け、正明寺、瀬戸神社と並ぶ金沢串氏の寺社として栄えた。龍下寺は、文政9年3月19日の火災で伽乱を、 消失しているが、長島亀須によって再建され、さらに、関東大震災による倒壊を経て、現在に至る。宝物類は、消失を免れ、奈良時代の脱活関室づくりの菩薩像をはじめ、小ぶりながら、各時代の彫刻が揃う。また、絵画作品にも有品が多く、多量の盛況、古文書も鎌倉、金沢地域の歴史と文化を探るための貴重な資料として、 文化財に指定されている。ありがとうございます。